すいません、はい、はい、まあ、ただこのやっぱりフィジカルの立ち位置の入り方なんですが、おお、右から入ってって左へ、今いいの入りました、マジか、思わずマジかというふうに力さんかね、結構あると思います、ね、結構あると思いますよ、あ、一人出ました、チャレンジャーが一番上、左、これもどうでしょう、あまり見えていない、打ちます、右、この右が結構当たります、今日の、ね、右、今日は右がいいの入ってますね、さらに右、ショート入った、さらに右、追いかけていく、まずこのワンツーのツーで入って、さらにこの右、ちょっと分かんないです、あ、はい、まあ、この辺はあんまりこうまだ出させて、取り返しに来てますよ、右、カウンター右、さらに右、左アッパー、結構ね、あの、今のが、あ、逆に、今まで負けた試合とかも、結構いいの当てましたね、あ、そうですね、さあ、下がボディ、さあ、今度は右、坂が行く、坂が行くぞ、左へ、つなげる、いや、もうタイトルマッチですが、こんな展開になりました。アイシャック今ちょっと当たって7位ダメージどうかというところですが、さらにワンツーから、まあ、来るってところはチャンスですからね、さらにアイシャック、はい、わー、ここも強烈ボディ展開というのはね、リッキーさんも予想されてましたが、そうですね、はい、いやでも序盤からこれです、ワンツーアッパー、左アッパー、ショートアッパー、左ストレート、しかし左ストレート返した、右坂の右、さらに右、スリップ、お互いにリスクはあります、でもそのリスクを全く恐れずに胸を打っている、その焼肉屋さんの佐々木投手に使いたいなんて話もありましたけれども、いや、すごい試合になってます、右ちょっと奈良選手も、あ、左当たった、引いたところありますね、はい、ちょっと故障した、右坂のパンチ当たった、これ坂前に来ている、アッパーまとめる坂、チャンピオンチャンス、お互いアッパー打つ坂、ボディ、しかしこの位置で奈良井はショート当てることができますが、アッパー左フック、さらに右、奈良井返す、今のは入りましたね、いい右入りましたね、フルパワーで打ってますね、今のアッパーなんかもそうです、そして、あ、なるほど、はい、まあ、3点、効いた、効いた、効いた、足が揺れたら、さあどうする、判定、坂面まとめる坂、奈良井も結構ダウンに近いようなダメージもらってると思うんですが、見返した、さらに右、アッパー、さあこれが、まあ、日本タイトル初挑戦です、ここで明らかに見た坂ですけれども、ボディー、そして上へとつなぎます、わー、左つなげる、さらに右、いや、左フック、集中が切れてきたもん、あ、まあ、1ラウンドダウン取った時はですね、やっぱりまあお互いに距離が分かってなかったので、それでパンチが当たった、奈良井選手は前に出たいですね、おーい、ワン、ツー、そして左、おー、ワン、ツー、奈良井のワン、ツー、奈良井のワン、ツー、あー、結構足来てる、これ息時ですね、時間残り10秒ですが、まあちょっとこのラウンドはちょっと、おー、押し込んで両者としますね、まあ、この回ダウンも奪いました、先ほどダウンのシーンです、坂選手の前に出るプレッシャーが弱くなると、はい、やっぱり奈良選手のこのね、チャンスです、右へつなげる、チャンスですね、チャンスです、チャンスです、さあ、さあ、前に行く、さあ、奈良右、さあ、右、さあ、奈良が大きなチャンスを受けている、右、待って、おー、坂、はい、はい、右、坂のパンチ、坂のパンチだー、先制逆転ですね、さあ、坂が行く、坂が行く、まあ、けどお互いダメージありますからね、残り1分、奈良井選手のパン、あーっと、どうだ、ちょっと効いてますね、さあ、左のジャブ、あー、右、アッパー、そして右、アッパー、まとめて、ちょっと奈良井が手出せなくなってる、奈良井が右フック、効いた、効いた、右、まとめる、まとめる、どうだ、さあ、今度は奈良井のターンだ、いけるか、残り15、耐えられるか。ボディー、さらに右、これ効きましたよね、右、リキさんいかがですか、ドンピシャのカウンターですね、はい、おつきながら前に来る坂、右を返す奈良井、ボディー下から上へと打ち分けていこうという坂、おっとちょっと奈良井の動きが止まったぞ、そうですね、ちょっと止まってますね、はい、ちょっと狙ってるところもあると思うんですけど、あんまりね、パンチもらっちゃうと、はい、
はい、ボディ打ちます、坂。ああ、ここは坂大チャンスだ。アッパーまとめる、残り2分ある、止めた。さすがチャンピオン。いや、劣勢の展開からやっぱり最後は KO 勝ちするってやっぱさすがですね。やっぱりね、後半になればなるほど、キャリアも勝るね、坂選手が有利になりますから。